コンパルゼン大鳥天文元年は、室町時代後期の猿学士。同名は、コンパル八郎。俗名は、武田元康で。法名は、霧林自然大鳥。当時を代表する猿学士であったとともに、農作者、農学論の著者としても知られる。現在の農学の源流である、大和猿学四座の一つ、旗川勝の子孫を称するコンパル座の大部。 コンパル・タカシの子として、生を受ける。祖父のコンパル・ゼンチクはやはり王曲の作者、農学論の著者として知られた、猿学師で、その妻は、猿学の大成者、ゼアミの娘である。ゼンチク、そうともに一条、金吉などとも、交際のある、優れた、猿学師であった。長六四年、七歳の前大全ン王鳥はゼンチクに付き添われ、大乗院門跡人村のもとに参上した。 全地区は、全大鳥15歳の年まで健在であり、全大鳥がこの祖父から、有形無形の影響を受けたことは、想像に難くない。19歳の文明4年8月には、奈良古市の祭礼で、父の代演を務めるなど、コンパルザの後継者として、順調に成長を遂げる。文明12年11月、父、総が49歳で急成し、27歳で、 前王鳥は大部につく。当時猿学会で流星を誇っていたのは、かやみ、ぜあみ、おんあみとすぐさいを排出した関ん座であった。おとあみの死後も、その第七子、小次郎信仰が座を支えており、その地位は万弱であった。加えて、時の将軍、足利義政は、おとあみ以来、関んぜひであり、コンパル座は遅れをとっていた。文明十五年、義政の意行で、 いとこで大部を支える有能な脇氏の日吉玄子郎を完全座に奪われてしまう。それ以前にもやはり脇方の守る菊七郎を引き抜かれており、大部を継いだばかりの禅王鳥とコンパル座は大きな打撃を受ける。しかし禅王鳥は幸福寺市との古市住たね河内の畑山市などの講演を受けてなんとかこの危機を乗り越える。明王二年六月四十歳で禅王鳥は、 初となる、室町御所での演納を果たし、以後中央でもその実力を認められることとなった。結果、当時の有力者であった、細川正元、大内義雄を彼の後援者として、根拠地であった、なら、さらに K でもしばしば肝心猿学を催すようになる。主なものに、文紀元年 K 今熊の、英称二年は淡田口での肝心猿学がある。文紀元年の際には、 苦行、助官がこぞって、見物に訪れ、また、永翔2年の肝人猿学は、当時52歳の禅王鳥の活動の頂点を示す、ものとして、よく知られている。大英8年3月までに出家して、禅王鳥を名乗り、この頃着難の七郎師匠に、大部職を譲ったらしい。隠居後は文語などに下ったというが、その没年についてはは、っきりとはわからない。刑の戦乱を避けて、 講演者でもあった大内氏を頼り最国で晩年を過ごしたとも考えられている。嵐山。座王権元、気守り、勝手の神が国土をことほぐ、吉本作者注文は、全大取りの作として5番を挙げる。他にもまた現在演じられない、黒川が全豊作と判明しており、廃絶、散逸してしまった、早年期までの曲も、まだ複数あると見られている。また、 富士の能などを開作している。自家伝承では、上の5曲とは全く異なる18番を全方作とするが、従来の説との差から帰り見られていない。ただしその中の竹踏みを、その特徴から全方作とする見解もある。全王取りの猿楽は、素材、構想、演出形態などに、新しい趣向を持った、意欲作であり、異色の能とも評される。その作品には、 嵐山、一角仙人など、祖祖父、世阿弥祖父、全地区が追求した有限な味わいよりも、小的な動きの華やかさやスペクタクル性を追求した風流能が多い。全王取りの作品としばしば比較されるのが、四歳年上の関税、小次郎信仰の作品である。両者の作品には、上に上げたようなビジュアル的な絢爛さ。 エンターテイメント性などの共通点が見られる。全王鳥は先行する関全材の対抗上、信仰の作品を強く意識していたらしく。例えば、一角仙人には信仰のもみじ狩りからの影響が指摘され、前日の竹文にも船弁慶への対抗意識を見る説がある。しかし全王鳥の作品には信仰作品に時に見られる誠実さなどがなく、あくまで楽しさ。 愉快さを重視している。また特色ある素材を生かした比較的短い作品が多いこと、小型の積極的な仕様なども相まって空想的な異国趣味に満ちているとされる。農学論は、ゼアミ、風刺家伝に、はじめ丸。ゼアミの死後は娘婿、子全地区が特色ある著作を残し、全大鳥もまた、この二人の先達を引き継ぐ形で、多くの農学論を残した。 しかし、近代以降、世阿弥の研究が多岐にわたって行われ、多くの人々に広く読まれているのに対し、全地区は関連的、南海と一段低く見られる傾向が強く、全大鳥以降にもなるとほとんど帰り見られていない。事実全大鳥以後、室町後期から江戸初期にかけての脳伝書は即物的、実用的な教科書、 技術指導書としての色彩が強く、能楽とは何かを問うゼアミなどの芸術論的著作とはかけ離れたものとなっていく。禅王取の著作にもそうした種類のものが多い。一方で、元安元五院の次第などの重厚な著作もある。禅王取の活躍した時代には、猿楽というものはすでにほぼ確立されており、禅王取にできたのは、 それをより技術的に洗練することだけであった。いわば全王鳥は、世阿弥、全築の芸論と近世の芸論をつなぐ過渡期の著述家であったと評価することができる。それゆえに、ゼアミ・全築期の猿学がいかに継承され、いかに変わっていったかを知るかには、まさにその著作は第一級の資料であるし、また逆に後世の能伝書に与えた影響は極めて大きい。 また、禅王鳥雑談で見られる、佐藤の村田樹レンガの総勢、加藤の池の坊千順、尺八の聞き網など、当時の他の諸芸の名人たちの言葉への言及も、禅王鳥能楽論の特徴である。禅王鳥の著作は、1915年刊行の吉田、東後高中、禅築集に、もうただしし金賞、保護裏の書が収録されるなど、比較的早くから出版されている。 しかし、全畜集では特に、保護裏の書に関して改変が多く、現在研究には用いられない。以下、全大取書も通知しようき表彰、伊藤正義、コンパル古伝書修正に収めている。他に、全大取雑談は、北川忠彦皇帝で、古代中世芸術論集に収めている。子に、コンパル大部を継いだ、コンパル総意など、孫のコンパル九連は、 下妻昇進の死。創村のコンパール全局は、全王取りの諸説を受け継いだ著作を残している。関瀬創設は、娘の子で、さらにその弟主義が養子として、法省家を継ぎ、三人の孫が、大和猿学四座のうち三座までの大部を務めた。ありがとうございます。